ラジオドラマ風の伝説ザナドゥ2ヒロインたちのバースデー第3話ピュラーのバースデーあーうめーメリーおかわりはい。しかしアシュナールの料理もなかなかいけますな。イシタリアの料理よりもむしろうまいぐらいだ。そうだね。どうしたんだよピュラー、さっきからずいぶん静かだけれど。そういえば今朝から様子が変でしたな。ん？なんか悪いもんでも食ったんじゃないの？なんつったってピュラーは見かけによらず。よく食うもんな。そんなこと言ったら失礼です。女の子の体は男の人と違ってデリケートにできているのですから。ならば毒ヤモリの肝を食べることだ。30数えぬうちに腹はすっきり、気分も爽快になれるだろう。誕生日を迎えたんだし、今日からは少しはおしとやかになろうって思ってたのに。え、ピュラーさん、お誕生日だったんですか？おめでとうございます。おめでとうピュラー。なんだ、そういうことなら一言言ってくれればよかったのに。ところでピュラー、お前いくつになったんだ？23。全然そんな風に見えねえな。いやー、俺てっきり17、18かと思ってたよ。ほんと？特にさ、その胸のあたりがさ、いや、腰のラインなんか丸っきり15、6だもんな。たまに後ろから見るとさ、あれ？こいつどこのガキだ？なんて思っちまうこともよくあんだよな。いや、その点、メルは気痩せするタイプでさ、結構、ナイスバディなんだよな。メディアお姉様と張るぐらいさ。リュコスはメルティナさんの裸見たことあるのか。おお、意外ですな。いや、リュコスさん。あのな、お前らにはデリカシーっつうもんがないのか。デリカシーがないのはリュコスよ。よくもよくもよくも、私が一番気にしてることを。どうせ私は発育不良のムネペチャ女ですよーだ。もう許せない。ちょっと それマジ？ピュラー落ち着いて。こんな狭い場所で魔法を使ったら。ピュラー。誰もいないわね。今夜こそこの私の魅力でハリウスのハートを掴んじゃうんだもん。そして一生の思い出に残るような素敵な誕生日にしちゃうんだ。23の乙女は大胆なんだから。あら、いやだ、大胆だって。私何期待してんのかしら。でもハリウスに迫られたらきっと私拒みきれないわ。そんなことになったら、そんなことになったら、あーん、いやーん、何なさってるんですか、ピラさん。メルティナ、いつからそこに？今来たばかりですけど。そう、なんでもないのよ。だから気にしないで。じゃあ、おやすみなさい。どうしたんだよピラ。え、アリウス、どうしてここに？どうしても何も、ここは私とダイモスの部屋だけど。あは、いけない。慌てていたせいで思わずアリウスの部屋に飛び込んじゃったんだわ。落ち着くのよピュラ。よーし、女らしく可愛らしくアリウスの心を掴むのよ。ねえアリウス、何をしていたの？これが火傷の手当てだけど。うわ、私の魔法のせいで。あ、そうなの？
しらね。そうか、ピュラーは怒って部屋に帰ってしまったから知らないんだ。ダイモスは火だるまになって病院に運ばれたよ。命に別状はないようだけど、2、3日入院することになるらしい。加減したつもりなのにそんな大惨事になっていたの。まずいわ。このままじゃとってもロマンチックな展開なんて望めない。よし、こうなったら、ねえアリウス、私これから海を見に行こうと思っているのだけれど、付き合ってくれない？海？こんな遅い時間に？ほら、この辺りはモンスターも出るし、女性一人では不用心でしょ。だからアリオスに一緒に行ってほしいなーなんちって。別に構わないけど。わー、綺麗な星空。本当に降るような星空ね。イシタリアとアシュナールトでは見える星も随分違うのだな。改めて世界は広いということを思い知らされるよ。シチュエーションはバッチリだわ。あとは雰囲気を盛り上げれば、いくら鈍いアリオスだって。よーし。ねえアリオス、この広い空にはこんなにもたくさんの星があるのね。ああ、そしてこのアシュナールにも、この空を埋め尽くす星々以上の大勢の人々が暮らしている。不思議なものね。こうやって星空を見つめていると、気持ちがだんだんと落ち着いてきて、そして透き通ってくるの。自分の気持ちに素直になれるの。しかし、今やモンスターたちによってこの大陸の平和は脅かされようとしている。私は世界の平和を司る女神イシュタルからドラゴンスレイヤーを授けられた者として、このアシュナールの人々を救わなければならない。私ずっとずっとアリウスとこの星空を見つめていたい。10年先も20年、何十年先だって、時には笑いながら、時には喧嘩しながら、一緒に星空を見つめていたい。おそらく今度はダルダンディスとの戦いよりもさらに過酷で激しい戦いになるだろう。もう二度とイシュタリアの地を踏むこともないかもしれない。だけど何としても邪神の復活だけは阻止しなければならないんだ。私ね、アリオスのことが好き、大好き。ねえアリオスは私のことどう思っているの？命を燃やし尽くしてでも、このアシュナールの平和はこのアリオス・アレクトルが守り抜いてみせる。え？あ？あのアリオス、私の話聞いてた？ああ、すまない。星空を見てたらなぜか気持ちが高ぶってしまって。あ、で、何の話だっけ？もう、アリオス！なんだ？私はね、アリオスのことが。モンスターだ！下がっていろ、ピュラー！ここは私が！なんでこうなっちゃうのよ。誕生日なのに、アリオスと二人っきりの誕生日なのに、許せない、絶対許せないんだから。すごい。これはかわいそすぎるわ。
おてんばで明るい彼女だってアリオスを思う気持ちは普通の女の子と同じ一途なんだもの。でもでもノープロブレムアイアムノバ、誕生日にはイシュタル様の祝福が贈られるんだから。ルルルルルルクルルルル。え、か、どうしたのかしら。体が急に重くなって、ああどうしよう、体に全然力が入らない。大丈夫かピラ。え、うん大丈夫。ちょっと待っててね。よいしょ無理しちゃダメだ。キャッ、アリオス。じっとしてるんだ、動くとそれだけ回復も遅れる。心配しなくてもいいよ、このまま宿まで運んであげるから。でも、その…私、重くない？全然。さ、戻ろうか。あの…もう少し…アリオスとこうやって星を見ていたいの。ダメ…ダメとは言わないけど…ね、ありがとう。ねえアリウス、ん、大好き。やったー、大成功。きっと今夜はピュラにとって忘れられない夜になったはずです。でもちょっと焼けちゃおうかな。